ですけど、うん、自分のことを認めてくれる人たちと一緒にいるってことがすごく大事だなと感じて、うん、何かそのいいと評価されてるってことは自分が見えてない評価基準がどっかにあるわけですよ、うん、じゃあ自分は何ができただろうとか逆に何がその人にそう言わせてしまっただろうっていうのはすごく考えるようにいちいちしていましたね、うん、なんかそれが結構積もり積もってこう早川組の人格だったりとかこう学びになってくれてるかなって思います。なんかそういった一環で実はコンプレックスが埋め込まれてんじゃないかなっていうのは自分の中でもう少しその探求していきたいテーマだなって。